聖ぞろい坂聖ぞろい坂は東京都渋谷区にある坂である。渋谷区内に残る古道の一つ。俗に、源氏坂とも呼ばれた。聖ぞろい坂は現在の住所で渋谷区神宮。聖ぞろい坂は緩い勾配の坂で渋谷区内に残る古道の一つである。聖ぞろい坂の西側には1964年東京オリンピックの開催に合わせて整備された。 外苑西通りが並走しており、現在の聖ろ居酒は交通の少ない裏通りとなっている。この坂はかつて鎌倉道の一部であったとの説もある古い坂道で、聖ろ居酒の名は後三年の役の際に欧州へ出陣する八幡太郎義家が永宝三年、ここで軍勢を揃えたとの言い伝えによる。この時に従軍した武士の中には、 官武兵士吉文の着流にあたり渋谷市の祖でもある、秩父十郎竹綱がおり、参陣して、手柄を立てたという伝説もある。生揃い坂沿いには、この F 表第四連帯跡に立つ、国学院高等学校のほか、竜岩尾寺や、自光寺といった寺院がある。また、坂の東側一帯は、都営原宿アパートであるが、一説では、現在の生揃い坂よりも2.3丁となに、 当たる青山王冠に出るあたりが、もともとの聖揃い坂であったとも言われる。竜岩王子青山縁座松、葛飾北斎、富岳十六系、竜岩王子は、聖揃い坂の途中にあって古風な山門を持つ、臨在宗の寺である。三号小壁山という。かつて龍源寺には、松の名木、笠松、またの名を、縁座の松があった。この松は、江戸時代には、 葛飾北斎の浮世絵や歌川広重に描かれ、江戸名所図絵にも取り上げられる名所であった。龍岩王子の山門を入って、右手の奥には、八幡太郎義家が腰をかけたと伝えられる石、腰掛け石が残っている。義家はこの寺の天魔宮で、出陣の連句をやって社前に奉納したことがあって、この天魔宮は俗に、区やどり木の天神とも呼ばれた。また、 竜岩尾寺の境内には、松尾芭蕉の区域、春も、やや景色ととの不月と梅もあるが、この区域の上部は、アメリカ軍による空襲によって破壊されたことから、欠損している。本堂前の墓地には、秋広島藩主であった浅野家の墓所があり、浅野長君など円墳型の四基の墓が建っている。また、この墓地には、蘭学者の港長安、万社の極に関連して自害した蘭学者、 尾関三英の墓もある。事故寺事故寺は、竜岩尾寺の並び、生揃い坂の上がり口付近にある寺である。三号を、青の山という。寺は、玄長年、徳川家康の登園にあたる里市鏡によって、赤坂、一月に建立され、玄徳八年に現在地に移った。現在、本堂をはじめ境内の建物は2009年に、 改築された近代的なものに変わっている。原宿村当初はイニシ相模国鎌倉より、欧州筋の王冠がりて宿液を消しところゆえこの、なありと、また、村内流願寺のつてに、王石原吉家欧州下校の時、渋谷城に大流し当初にて、軍勢着当せしゆえ、今に、門前の小坂を勢ぞろい坂ととなうと運、うん、当時街道成りしこと少数へし、 村の東青山五十人町の通り守るは、今も相模国矢倉沢に達する王冠なり。ありがとうございます。